最近ミュージック、最近 TV を一夜。はい、皆さんこんにちは。最近 TV の最近です。皆さん、これをご存知でしょうか。アポロ。多分ね、皆さんご存知だと思います。これはね、有名なお菓子、チョコレートです。今日はこれをね、作りたいと思います。はい、どうやって作るかと言いますと、こちらです。手作りアポロ。これを使って作りましょう。アレンジいろいろ手作りアポロ、作れる形は6種類。わお。では早速開けてみたいと思います。ほうほうほう、ほう。はい、中に入ってたのは、チョコチューブ、それからカラフルミンツ、そして混ぜる棒と、それから型ですね。はい、まずチョコチューブをですね、お湯で溶かしましょう。暑いから気をつけて。はい、チョコがね、だいぶ溶けたみたいなので、そろそろいいかな。あ、溶けた溶けた。そしたらチョコを型に入れていきましょう。いきます。おお。これチョコ足りんのかな。こんなもん。っていうか、これじゃアポロにならんやんって話でね。最初お前ピンク入れないと。これはい、ちょっと逆になりますけど、このね、ピンクを、ピンクのチョコ、これがね、やっぱりこの2層になってるのはアポロの特徴ですからね。こんな感じにしてこうやってならせばいいんじゃない。これやばい。全然ダメだね。全然まぶるってる。見てください、この汚さ。ひどいレベルになっちゃったこれ。まあいっか。よし、今度は行こう、ちゃんと行こう。ほーら、これ来たんじゃないのこれ。はい、次はね、カラフルミンツを使いましょう。ここで来て、はい、カラフルミンツ、もう一丁カラフルミンツ。はい、この上にチョコを入れましょう。いやー、苦労しましたが、できました。なかなかいいでしょ。はい、あと冷蔵庫で30分以上冷やして完成です。 OK。しばし待ちましょう。アポロが固まりました。よし、取り出してみましょうか。どうやって取ればいいんだろうこれ。おお、危ない危ない危ないぜ。でもちゃんとできてる。すごいね。回転しちゃうなこれ。なんだこれ、うち傾いてんのかな。よし。うん、いいじゃんいいじゃん。なんだこれは。うん、これ綺麗だね。うん、簡単だけどよくできた方じゃないですか。じゃあね、本物と比べてみましょう。まあね、本物と同じぐらいですよ、大体。本物本物。おお、さすが本物、整ってるね。さすが本物はなかなかやるなこいつ。やばい、本物クオリティ高いな。あ、でも遠くから見ると、遠くから見て見たらどっちがどっちか分かんないですよね。ね、どっちが本物かって言われたらもう、ほら、わかるよ。本物はこっちだよ。すぐわかるよ。じゃあ早速いただいてみたいと思います。まずはね、普通の工場で作ったアポロからいただきましょう。うん、確かに本物だ。はい、お次、セイキン宅で作ったアポロいただきます。いただきます。普通になっちゃった。いただきやす。これ製金卓ですよ。結構クオリティ高いでしょこれ。いただきやす。あ、うん、味はいいんじゃないですか。はい、じゃあ次はね、カラフルミンツの入ったちょっとこのよくわかんない形のやつをいただきたいと思います。あ、うんうん、
まあミンツが結構カリカリしますね。食感はすごい面白いと思いますけど、まあ僕はあんまなくてもいいかなと思います。まあめちゃめちゃ簡単に結構なクオリティで作れますので、皆さんもねぜひ一度試してみてください。それではまた次回の聖金 TV でお会いしましょう。 See you next time。YouTuber, YouTuber, broadcast USA TV.